こんにちは、柴田です。今回はフェンダーのスティービー・レイボーンモデルをレビューいたします。ご覧ください、この SRV、 まさにねレイボーンですよ。ブリッジもレフトハンドトレモロになっております。ここねまだね開いてないんです。もうほぼね新品同様なギターなんですけれども、一度もアームが取り付けられていないというですね代物になっております。大人気のねスティービー・レイボーンなんですけれども、僕もね大好きで、それっぽい感じの仕様にしたいなということでですね、僕が持っているフェルナンデスのストラトはめちゃめちゃネックが太いのを探して、そしてこのフレットにはジャンボフレットを打ち込んでいると、まあ、そういう風な感じでレイボーン風にはしたんですけれども、これはねもうまさにねレイボーンです。ネックも太めでフレットもですね非常に高いものが乗っかっております。仕様はね、先ほどトレモロもこのねレフトハンド仕様になっていたり、あとピックアップはテキサススペシャルでゴールドパーツになっていて、ペグもゴールドですね。これまさにレイボーン仕様なんですけれども、2011年製ということで、まあもうね10年以上経ってるんですが、これね指板がねパーフェローなんですよね。パーフェローってもっと薄いのかなと思ってたんですけど、結構普通にローズっぽい感じです。若干赤いかなという。色味もねめちゃめちゃかっこいいですね。ブロックもね太めなのがついております。ではね音を鳴らしていくんですけれど、ネックが太めなんでね、やっぱりね音もね太いなというふうな感じがしました。個人的にはですね相当好みな、ちょっとナチュラル系で、これもフロントです。透明な感じしますよね。これセンター重量感もね程よいですね。なんか重すぎず軽すぎず。このねフロントの膨らむ感じめちゃめちゃいいですね。ではマーシャルのモデリング、レイボーンといえばね、チューブスクリーン。
り強い。フロントの膨らみもいいしね。なんかレイボーンという感じじゃなくてもすごくね幅広く力強い系のジャンルがね非常にいいんじゃないかなと思います。個人的にはねこれぐらいやっぱねパワーがしっかりあって音圧を感じれるストラトの方が好みではありますね。もうちょっとねヴィンテージライクなものの方をね好む方もいるかもしれないですけれど、近代音楽、まあ現代的な音楽にも全然対応できるような、まあ、むしろね向いてるような感じのギターではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。